ございます。もう8時半ですけど、山着いてまたドッキッツのもう一回動画作りたいと思います。今日見てる通りカズさんいないんです。カズさんまた朝から仕事を帰り途中にハプニング起きちゃってちょっと遅れることになりました。多分お昼ぐらいに来るんじゃないかな。その間にもうドッキッツのあの整理とかあの床作りとかもできれば屋根まで作りたいんですけど、まあ時間的にどこまでできるかわからないんですけどまあ見ての通りもう霧がすごいです。もう雨、さっきまで雨降ってて止んだんですけど、これでまたやりたいと思います。よし、これでドッキッツの中の床作りが終わりました。床作りはできましたので、床全部木で作って、で真ん中にテーブル入れた。ちょうど丸太見つけて、それで今完成してます。見てると木々です。全く上が見えない。また娘と一緒に来てます。あと全部あったらちょっと探検したいって言ってるから探検もしたいと思います。そうだ、カズさんは今日ねまた朝からハプニング起きちゃって遅れます。足元気をつけて。テーピーは早いな。ゆっくりね。穴までしなくていい。誰かのシートが足りないんだよね。カズさんのシートが。あ、いいじゃん。私も座るけど、どこも座る場所がないんだ。落とした方がいい。どこに座るといいのかわからない。私はどこにいる？このまま。
よし、これで屋根の骨組みはもう完成してます。あとはね、上に葉っぱ入れればなんとか過ごせるんじゃないかな今日は。で、雨は降ったりやんだりしてるんだけど、もう見てください、霧がすごい。晴れたり曇ったりしてこんな感じ、最高だ今日本当に。何も見えない、全部霧です。こんな感じは俺と娘2人で頑張って、カーズさんがハプニング来ちゃってまだ来ないから2人で頑張ってます。3人だよテッピーも。そうで、娘も言ってたんだけど、カーズさん来たら怒ります。ここから見ると ハプニングこんな感じです。そう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 、頑張れ。はい、ああ惜しい。もう一回そのままね、上に引っ張って、あの押して、そう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 、うん、取れないよ。いいよいいよ、お父さんじゃやるね、そこから。いいよ、ありがとう。入れてね。入れた、うん、あとは棒を入れて。よし、これでドケツの屋根ができました。また3人で頑張って、まだ今ちょうど12時ですね。12時でまた雨降ったり止んだりしてるんですけど、もう見てください、もう一気に暗くなったもん。もう見えないもん下の方、もうめっちゃ面白い。川の方行くと本当に気持ちいいです。また後で川の方降りて見せたいと思います。ここから下から見てる映像ですね。こんな感じで上がこう作って、トライポート2つ、霧はこんな感じです。うわ最高。どこ、ほら見て、ほんとだ最高だね。テピは映ってないけど、うん、いた遊んでる。おい危ねえ。よし、12時半、あのハプニングの人が来ました。こんにちは、大変でした。みんな怒ってます。助けてください、こんなに急いで来たのに。ポンちゃんも怒ってるよ。もう全部俺とポン出来上がった後に来るんですよ、来る。もう3時になるところを12時に来たんですよ。皆さん褒めてください。逆にやだ、ほらやだだって。すいませんでした。そう、これでもう屋根とかね、土結とかも全部終わったんで、僕はやることないです。一番今日は大変のはその屋根作ったりとかじゃない、今日はね焚き火だ。火つけるのは一番難しい、全部濡れてるから。それも今日見せたいと思います。その濡れた時にどうしたら簡単に火つけるか、もう簡単ではないけど、まあやり方はによってあのつけることはできるんで、まあ一応焚き火台はもう作ってあるし、あとはうちら薪運んできて、で薪はもう全部濡れてるから、けど芯が濡れてないんですよ。外だけ濡れてるから、外だけ濡れてるから、あの外だけ削って芯だけ出して芯を燃やす。だからそれでちょっと手間かかるんだけど、一回つければね、あと濡れたやつでも問題ないです。皆さん見てください。今僕が急いで来てこれ作りました。どうですか？すごいでしょ？雨降ってんのに全然濡れないですよ、これで。この辺がね大変だったです。そこね、ランタンつけるところ俺作ったんだよわざわざ。お疲れ様です。もう結構ね、今日はね雨降ったり止んだりして、また雨降り始めて結構最高。もう霧あって本当に別な場所だもん。先週来た時と全然違うもん。見た目がね、見た目は違う。ね、今薪切らないとダメだ。先週ダメだったから今日再現してきた。先週よりいいね今日。ね、このもう真っ白な霧。うん、でも今回はサバイバル、ドケツはサバイバルになってるから、ね、ドケツだけじゃないから、うん、面白い。もうそれで座るの？椅子にする？でもカバカさないとやだ。
れね、濡れてない。あ、濡れてるから、ちょっと濡れてるだけだ。削ればいいよ、うん、持ってこう。雨ときには、あの芯だけは濡れてないんです、絶対。だから表面を削って芯だけ出せば、あのすぐ火はつけれる。なんで、とりあえず雨降ってるし、全部濡れてるし、あの芯だけを出したいと思います。はい。もう緊急だったらね、また別のやり方あるから、後でカズさんをそれを見せるんで見てください。とりあえず俺がその芯を削っての方が見せたいと思います。まあ、もちろんカズさんやる方が絶対早いんで、あの緊急時ね、もうすぐ、うん、すぐ暗くなるとか時間ないとかはそっちの方が絶対効率いいんで、どっちでも好きな方をやってください。はい。これスプラモでつけれるね。今日は雨降ってるんで、この着火剤がくっついてるマッチで火つけました。雨で体冷えちゃったとか、早く火つけないと体調的に危ない時とかはスターター使わなくても、早くつけなきゃいけないっていう時はこういうのでつければすぐつくんで楽です。今雨降ってるんで、この全部ウェルが皮から削って乾いてる部分だけ取り出して、今細かく切ってくれたのを燃やします。だからこんなに早く火がつく。あとちょっとここにファットウッドのあのちょっと形悪いやつとかを一緒に入れたんで、もう早いです。もうこれファットウッドついたから、もうヤニの松ヤニの匂いしてるから、もう消えないですね。もうこれは今ポンちゃんが一生懸命薪を入れてくれてます。こうやって煙がいっぱい出た時は空気が足りてないってことだから、こうやって開けてあげるとほら煙減るじゃん。ちょっと酸素がないと思えない。あ、うまい。このマジでうまい。皮入れた方が美味しいでしょ。全然違うね。されるから。全然違うね。そう、あの焼いた感じ好きな人はそれでやってから最後剥いてちょっと焼けば、焼くのも十分だ。どいて。めっちゃ青いだ。めっちゃ青いだ。こう風が吹いた時にこれがこっちから抜けちゃうと熱がこもらないから、こうやって1本入れてあげると吹いた時にこの下に熱がたまるからすぐつく。首のね、結構あんまり良くないっていう人いたり、
逆に直火がいいって人もいたりするんだけど、結局このダメージがあるって言うんだけど、あの結局これ灰とかってアルカリ性になるから、あの昔の焼き畑農業とかと一緒で、この灰っていうのは結局土をアルカリ性にして土土壌を良くしてくれるから、あのこれを焚き火した後、この灰の残ったところって草木がよく育つようになるし、だから一概に直火あんま良くないよってこう聞いて言ってる人いるけど、別にそんなことなくて、もうね、もう直火なんてもう何千年と人間やってきたことだから、やっぱそれなりに理にかなってるっていうか、自然と一緒に生きてきた人たちがそうやってやってきたことっていうのはやっぱり意味があってそうやってやってるから、何でもかんでもこう周りの人がこうやって言ってたから、あ、良くないんだじゃなくて、なんでいけないのかとか調べてみたら実はよいいことだったりとか、何でも自分でやってみたり調べ、ちゃんと調べてみると全然違うこと書いてあったりとかするから、あれだよね、やっぱ自分で何でも勉強しないとダメだね。そうだね、うん、あとね、ちゃんと正しいやり方と正しいじゃないやり方あるから、うん、ちゃんと正しいやり方じゃ言えば問題ないはずです、うん、だそこはね、ちゃんと勉強すれば直火どこだってやっても問題ないはず。そうだ、今は俺らは炭とか燃え残っちゃったら持って帰ってるけど、あれも実際いいか悪いかっていうのは微妙なところで、例えば炭砕いて置いていく人もいるし、でもあれ土に帰らないっていうけど、土に帰らないことで自然にとって何が悪いのか、あれも炭もアルカリ性だから土壌は良くなるから、例えば石が転がってるけどこれは土に帰らないから自然に悪いのかって言ったら別にそんなことない。それと一緒で、残ったから何がいけないのか、炭が残って何がいけないのかっていうのも、キャンプ場だったら見た目が悪くなるからいけないとか、そういうのがあったり、あとは単純にね、直火、みんな直火やっちゃうと焚き火台売れなかったりとか、いろんな理由があって言ってるけど、実際自然環境にとっていいのか悪いのかっていうと、別にそんなに焚き火自体は悪いものじゃない。昔の伐採とかして焼き畑農業っていうか、あの本当に山で大々的に焼き畑やるときっていうのは切り株だけ残して、あと全部燃やしちゃうんだよね、もう木を。でゴーゴーと燃やすんだけど、残った切り株次の年になったらもうそこから芽が出てるんだよね、切り株から。そこのやっぱ燃えた灰の栄養でもうたった1年でそこから芽が出てきちゃうぐらい土にいいってこと、土には良かったりするから、やっぱ何がいいのか悪いのかっていうのは自分で考えて調べてやると、やっぱりまた全然違う答えが出てくる、出てきたりするから、てっぺんの匂いを見た。ちょっと充電器抜けた。夏だね。夏。うまい。超うまい。うまい。食べて。はい、どうぞ。取って。いただきます。いただきます。いただきます。これから探検いきます。はい。霧がだいぶ出てきたね。
ギまた出てきたね。うん。すごい。木すごいでしょ。ね。もう全然別な世界だよね。鉄はだいぶ深いところも水入れるようになったな。もうすごいすごい。すごいな、お父さんを信用しきってるジャンプですね。霧が。探検してんの一人で。で準備して帰りたいと思います。よし、今5時半なって、また雨降り出して、これで片付けして帰りたいと思います。はい、相川さん今日どうでしたか？今日はね、ただ楽しかっただけ、何も作ってないし、なんかね、ちょっとやりたかったなっていうのはあるけど、今日あんまり時間が俺取れなかったから、また今度次回ね。そうだね、次回は2あの結構時間取れるからゆっくり、うん、そう、次回はね、うちらも泊まりで行くから、うん、もうあとまた天気次第だけどね、ホームに戻ってね、そう、もう本当に冬にやったところに戻って、そこでちょっとね、もう全然いてないから、ちょっと見ながらどんな感じになってるか、そこでちょっとね、またブッシュじゃなくてサバイバルだね、うん、サバイバルキャンプをやるかなって感じ。まだね、いろいろ考え中だけど、そんな感じです。しっかりしたものを作りたいね、うん、冬に備えて。そう、ちょっとね、冬に向けてなんかちゃんと小屋作って冬だけ過ごすようにしたいんだけど、うん、ちょっとずつここからやりたいと思います。はい、あと最後の片付けだけして、うん、帰りたいと思います。はい、バイバイ。またね。バイバイ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 。鉄は？下の方が霧がすごいです。上の方、てっぺんの方もまた霧もなくて、今帰る途中で、下の方がすごい、こんなにめったに見えないんですね、キャンプ来てる時は。もうすごい、最高です。私もすごいです。楽しかったね。楽しかったです。